はい、おはようございます。特価塾の久保でございます。今回はですね、森友事件とかではないんですけども、あの吉村知事と大村知事ね、なんかどっちとも村っていうのがついてますけども、あと西村大臣でしょ、なんかあれですかね、村ってつく人が結構こう村八分なんですかね、というわけのわかんないスタートですけども、本当に正しいのはどっちなのかというねタイトルですけども、この大村知事と吉村知事がこうやって写真で並んでますけども、結構ツイッター上でねバトルをしてるわけなんですよ。私ね、率直に思えば、この顔のかっこいい方、そして若い人の方が正しいことを言ってるように感じますね。これ先入観です。で、大村知事、申し訳ないですけども、WHO のテドロス事務長にも似てるんで、この人はね、顔からしてあまり信用できないというね、そんなことを言っていいんでしょうかって話ですけども、素直に第一印象としてはそうです。ただまあ大村知事も人に選ばれてこういうふうなね知事職についてるわけですし、で多くのね、人を幸せに導いてる部分もあると思いますんで、一方的に攻撃ができないんですけども、今回はもう大阪のね吉村知事と今回の大村知事、一体どっちがどうなのかっていうことにこの記事は終始してるわけなんですよ。ただ私あんまりね、そこら辺にはまあ興味がないと言いますか、どっちが正しいとかね、なんとかっていうのはいいわけなんですよ。それはもう府民が、そして県民が判断することです。どちらがいいのかなということなんですよね。で、なんか事の発端っていうのは、その大村知事がね、言わなくてもいいのに、吉村知事のツイッターに対してとか、制度設計について、突っ込んできたわけじゃないですか。じゃあ、大村知事って、それぐらい自分のね、都道府県のことを統治してるのかって話なんですよ。人のことをね、どうこう言う前に自分のことをやっとけって話で、言ってみれば知事っていうのは自分の担当してる都道府県をしっかりと収めていれば、それでいいわけなんですよ。で、他がどうだとかね、他の人は気に食わないっていうことで、攻撃を仕掛けることによって、自分の不手際をね、国民の目をそらそうと思うのか、それとも自分が目立っていきたいだけなのかってことなんですよ。まあ、この大村知事の写真っていうのは、お見かけしたことある方がね、結構いらっしゃると思いますけども、47都道府県のうちで、一回もその都道府県の、知事さんっていうのがね、誰かわかんないよ、顔が浮かばないよって方もいらっしゃると思うんですよ。うん、その分だけこの人は結構いろんなところで問題を起こしたりとか、問題っていうほどのことじゃないですけどね、いろんな物議を醸し出してこの顔を売ってるってことを考えれば、まあ知事っていうのはね、自分の都道府県を有名にするっていうところも一つ重要な観光資源にもなりますんで、まあ大村知事ね、その戦略なのかなと思いますけどもね。でも吉村知事若い方じゃないですか。で、将来のある方ですよ。で、大村知事ね、大人げない、はっきり言って。若い方を立ててあげようって思わずに、若い方をどう潰そうかって思ってるわけなんですよ。で、ここが私の気に食わないところですね。吉村知事にも言いたいことは私もね、いろいろあるんですけども、でもね、やっぱりすごいですよ。この勉強量とか、情熱とか、若いながらも、並みいる、県知事さんとかね、行政、それから大臣に、きちんと、県民に、府民に寄り添って突っ込んでいってくれるところ、これまさにね、強いものに強く生き、弱いものを守ってくれる、まあ、正義の味方なんですよね。顔もかっこいいですしね。まあそういうことを考えると、大村知事ね、若い人に寄り添うとか、若い人にやっぱ席を譲るとか、若い人を立ててあげるって気持ちが少しでもないと、結局、老人大国になっちゃうんですよ、ここは。で、その、本当に急先鋒なんですよね、大村知事ってのは。既得権益とか、老人主体の国を本当盛り上げようとしてるんじゃないかなと思うぐらい、若い方にすごく辛辣でね。で、こういうふうな吉村知事みたいな、880万人もね、擁立する、東京の次に大きな都道府県を、まとめてくださってる方じゃないですか。それすごい技量だと思いますよ。毎日のプレッシャーとかね、家族との関係とか、お父さんお母さんにいろいろ言われてることもあると思いますし、友達とね、自由に会えなかったりとか、それこそ賭けマージャンなんてもうできないじゃないですか、吉村知事ね。そういうことを考えて、若い方がそれほどまでにね、自分の身を晒して、自分を使い捨てでいいからって感じで前面に出てくる中で、まあ、大村知事ちょっと大人げないんですよ。もうちょっとね、吉村知事を称えるようなことをツイッターで、発信してあげてもいいんじゃないかなと思います。で、今回のまとめになりますけども、とりあえずね、人の上げ足を取ったり、重箱の隅をついて攻撃していい気になるよりも、とにかくね、小さい功績を褒め称える。大きな功績はもっと大きく褒め称える。そんな励まし合いのツイッターの使い方が、少なくとも都道府県知事できないのかなと思っちゃう次第でございました。これじゃあね、2チャンネルのどっかのね、掲示板と同じような感じになっちゃいますんで、そう考えると吉村知事がね、自分のやることに専念しますみたいなツイッターをね、発信したのはすごく、大村知事よりもわきまえてるなと思いますし、以前もね、西村経済担当大臣に、申し訳ありませんでしたみたいな、すぐに謝れることっていうのは、
要するにね、年長者の顔を立てることっていうのが、やっぱりできてすごいなと思いますよね。これ、あれ、橋本徹さんも言ってましたけども、俺にはこれができないって言ってましたよね。素直に謝るってことができなくて、食ってかかってしまうみたいなね。そういうことを考えると、そうですね、吉村知事、将来の、総理候補と言われても仕方がないのかなと思いますけども、そこまでやってくれるかどうか分かりませんよね。やっぱね、お年寄りたちが、あの手この手で蹴倒そうとするわけでしょ。応援しようと思わずに踏みつけようとするわけじゃないですか。まあ、なんて世の中だと思いながら今回の動画終了したいと思います。ありがとうございました。